皆さん何か思いがあって起業するってのありますけれど、私の場合はやむなく何かを見つけなければいけないと。で、見つかったのがたまたまこの小犬の仕事の下請けの下請けだったと。で、その下請けの下請けだったけれども、いつまでもこう下請けの下請けでは、まあ、こう人生が物悲しいというか寂しいかなと。だからもう結構なりますよ。もう41年目か2年目か40年を超えてます。小犬より何回もこの進化を続けていることによって、新しい表を作っていく、この方式です。これはノイズフィルターで言いまして、まあこの製品は主にエアコン向けに今生産しているものですけれども、誤作動を防止するためのまあコイルになります。今となっては標準的などの製品にも搭載されているまあコイル。例えば電気を流してまあリモコンでチャンネルを変えようとしたときに、まあ例えばチャンネルの1を押したんだけど、
4が映ってしまったとか、または勝手に電源が切れてしまったとか、そういった誤作動を防止するためのものですね。機械をいかに止めない、または生産しているもので、不具合があった時にいかに早く見つけるか、それを改善をして不良を作らない、流出させないっていうことを気をつけてます。
Thank you.